北朝鮮の非核化に向け日米韓3カ国が改めて連携を確認しましたアメリカのバイデン政権が発足してから初めてとなる日米間の交換協議が2日開かれました参加国は北朝鮮による核弾道ミサイル開発に対する懸念を共有した上で非核化に向け一致団結した協力を通じて問題を解決していくことを再確認しました また拉致問題の早期解決についても協議しました。